一曲線、話題は400です。一曲線のダブドラ。15、6回は打ったんですが、役満出ず。上がりは3回のみ。倍満、倍満、倍満と。今一曲、ドラはローピンになりました。プレイヤーはペイローピン、ペイローピン。一体どんな戦いが繰り広げられるのか。チャンタにもいけない。一番サンマだと困る。ピンズの染め手ぐらいですね。せめて、自敗がもうちょっと、本一いけるね、くらいの。ん？国士？誰が一番最初に仕掛けるのか。いや、本一ですね。ん？国士？ちょっとどっち？ミノ。あ、国士行っちゃった。9万いいそうなん。9万いいそうなん。9万いいそうなん。ちょっと手が滑って国士に行っちゃいました。9万いいそうなん。9万3。いいそう4。なん4。まあまあ、この判断は、ちょっと正直自分でもうーんっていう、何にも言えねえって感じです。ポンロ、もうちょっと、全部ポンだな。全然手が伸びないので、全部ポン。バイマンくらいは見えるはず。ドラのペイが重なれば。が、ダメ。リーズもドライ、リーズもリーズも裏1個。じゃあリーチつも、リーチ、リーのみでリーチかけたのか。あんまり一曲線向きではない打ち方ですね。リーチのみ、たまたま積もって、たまたま裏乗って3班。まあただ、話題の400の400払って100ぐらいは、150くらいは戻ってくるんで、まあ最善と、いいんだと、そんな感じだと思います。国士ではなくピンズの染めていっていれば、泣き本一くらいだったら、もしかしたら、上がれてたかもしれません。あ、なるほど、4班ぐらいで750なんで、まあ最悪4班、どうしても手難しいなと。跳ねまん無理と思ったらもう4班ぐらいで。4班と5班あんま変わんないんで。4班ぐらい上がって、この曲は一回保留と。むしろプラスちょい。プラス350。まあ、4班も悪くないのかなと。4班と5班が一番差がないので、漫画がちょっと美味しくないです。まあ、この辺は、人それぞれ好き嫌い、あると思います。一曲線打ちました。かなり言っているんですが、増えて減って、増えて減ってで。実際は、横一直線。ジャックポットクラス、100万クラスのどでかい上がりをしないと、こう上には跳ね上がらないです。それか、倍満、3倍満を、偶然、運でいいので、3連発。そのくらいです。こういう手は面白くない。三蔵、何がドラ。と泣いたところで、本一も見ようか。プレイヤー、これで一歩前進。ドラが三蔵なんで、次三蔵重なると少し話別だけど、もう本一一本。三面ツ一ジャンと見えてます。二面ツ、カンパーピンで一面。よし。ピンズで三面ツ、ジャンとできてるんで、あと何発重ねる。ここで噛んだ。シンドラはローソー。キューピンナン。リャンペイコーイーシャンテン。本一のみ。リーチか。リーチか。どうだ。
ちょっと考えたいが、考える時間ない。ハーピンだと5-2です。ちょっとあと2巡くらい。リーチか。勘入ってんでごめんなさい、リーチ。これはもう、何巡か頑張ったんですが、引いてくれないんでもうリーチ。で、裏ドラが結構大きいので、なんじゃこりゃ。あとはツモを期待。積もってくれ。カンパーピンだが、リーズもイーペーコー本一裏3みたいな。何実らずか。ドラドラ。まあまあ。そういうこともあるか。まあ、結局今のは、ヤンペーこうなっていないので、即リーの人が正解です。ただ、カンドラ入ったんで、リーチ。カンドラ入るまでは頑張って。カンドラ入ったんで。まあ、ハネマン。ハネマンから、裏乗ってバイマンくらいを、狙いました。ハイパイからすると、まだ、最終形できた方かなと。結構、リャンハンとか、イーハン、リャンハン、サンハンで上がってくる人、多いなと。みんなが最低派手版からではないなと。まあ私も、やったことは一回もないと思いますけど、4班ぐらいだったら、もう仕方なしの、4班、裏ドラ期待で、マンガンか派手版、このくらいは、まあありなのかなと、ふと今思いました。一曲線を打ちました。まあ一曲線を20回ぐらい打ってみて、みんな、私は一曲線なりの打ち方、一曲線なりの手の作り、リーチしますが、サンマの感覚で普通に打って、大きな手が来た時だけちょっと狙おうかな。こういう打ち方が意外とメジャーなのかなと。これはもう、メンタンピン。ドラに頼らざるを得ないです。サンマでこういう単品系はかなり不利です。まあ面白みがない。リーピン、ドラドラ。裏、裏。マンガン、ハネマンが、まあいいとこだなっていう最終形です。一番どっちつかずの面白くない手格好。タイヤをくらいはつけたいな。まああとドラローソー、この辺がドラたくさんあるんで、この辺をなんとか二つの両面にして、そうそうそう、そういう引きをして。想像を厚く。もう一つソーズ引いて、ソーズの真ん中引いて、この辺を厚く持って、この辺で2面つぐらい作れば、こういう手であっても、多少の打点は望めるでしょう。この一曲線のルールであれば。その辺厚く持ちたい。誰が一番最初に仕掛けるのか。ロースを引くと、リーチ、タンヤをドラ3。まあ、十分。場が静寂に包まれている。ここはドラを引いた。よし。サブロー9層。引いたらリーチ。さあ、引いた。サブロー層でいいか。リーチ。来た来た、リーチ。ロン。チュンチャンパイのドラドラの時にしてはまだ高い手を作った方だと思います。バイマンくらいはいったか。バイマン。ただサンマだと、サンマの一曲線だとこういうチュンチャンパイのドラドラは本一系の手牌を作らないときついかなと。今の偶然色が2つ被ってくれたんで、まだ、まだマシなんですが、あれがピンズソーズだと、正直きついです。ただ、ドラの付近を厚く厚く、寄せて寄せて。その辺で、なんとか2面つ3面つ作る。っていうのはうまく成功したんで、まあ、そこは、少し3枚向き、一曲線向きの、ドラに恵まれなかったけれども、
まあ、うまくできたんじゃないかなと思いました。一曲線を打ってみました。皆さんは一曲線打ちましたでしょうか。まあチップ増やしたい人の少しこうサンプルになれば嬉しいなと。せっかく打ってるんで、まあ、自分が打って楽しいプラス誰かのサンプルになって、あ、こういう勝ったり負けたりしてる人がいると、サンプルになれば、まあ、一石二鳥と思いました。一曲線見ていただきありがとうございました。